おはようございます。おはようございます。おはようございます。おはようございまあ、す。おはようございます。のりこさん、はい。おはようございはい。ます。はい、おはようございはます。い。きゅうちゃん、お元気ですか？あ、元気です。はい。元気です。皆さんお元気でしょうか？皆さんお元気でしょうか？のりこさんお元気ですか？はい、おかげさまでおはい。元気でございます。はい。今日もメキシコは暖かくていい気候ですか？そうですね。ちょっと何度かは調べですけど、はい。暑い感じですね。暑い感じ。8度暑い。ぐらいあるかもしれない。28はい。度。はい。あ、いいですはい。ね。28度。そうですか。28度。あ、日本の真夏ぐらいですね。うん、そうですか。そちらは今、金曜日の夕方、そうですね、はい。2時ぐらいですか？あ、4時です。あ、4時、あ、ごめんなさい、夕4時方ぐらい4です。時。あ、4は時ぐい、らいですはね。い。そうですか。不思議ですね。まだ1日遅れですからね。はい、1日そ遅ちられ土曜日でね。すよね。そうですね、私たち土曜日の朝7時ですね。はい。今はどういう思いがありますか？そうですね。今の思い。いや、特に 今日私は朝ですね、散歩してたらですね、イエス様が洗礼を受けた時にね、私は、これを喜ぶ、私の愛する子、これを喜ぶとおっしゃったじゃないですか。天が開けてね、まあ、それはイエス様に言われた言葉ですが、まあ、クリスチャンも結局は同じなんですね。クリスチャンも神の子として生まれますよね。で、今日私はそのようにこう、思わされてですね、喜んでおります。思いがきます。はい、来たんですか？神様が私はこれを喜ぶ、私の愛する子、私はこれを喜ぶとね、これはクリスチャンが言われている言葉だと思うんですね。ですから皆さん喜びましょう。イエス・キリストを信じる者は、私はこれを喜ぶ、私はの愛する子、私の愛する子、私はこれを喜ぶと、神から生まれた、クリスチャン、神の子供は、神様にそう言われてるんだということですね。アメン。私の愛する子、私の愛する子、ね、私はこれを喜ぶ。皆さん、神の子は神様に喜ばれているということですね。クルーさん、おはようございます。おはようございます。神の子は、神様に愛されている、喜ばれているということですね。神様の御言葉は神様のその口から出た言葉ですね。私たちはパンだけで生きるのではなくて、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると書かれています。皆さん、私たちは神様の言葉によって生きるのです。パンも食べてもいいですが 誠のパンは、誠のパンは、イエス様の言葉です。イエス様の言葉が私たちのパンです。パンを食べていきましょう。ご飯でもいいですが、パンを食べていきましょう。メキシコではですか、主食はトウモロコシのパンですか？パンというかトルティージャといって、餃子の皮のちょっと大きいものみたいな、それにお肉とかくるんで食べるんですね。トルティーニョ、トルティージャ。トッピージャ トルティージャ。トルティージャ、そうです。トルティージャですか？そうです。トルトルティーティージャ、あ、トルティージャ。
その餃子の皮っていうと、じゃあ、こう、焼いてはいない。いや、一応焼いては、焼いてますね。あ、一応はい。焼いてる。あはい。あ、で、薄いパンみたいな感じですね。そうですね。はい。それに何かを入れて食べるとそうか。です。はああ、い。いいですね。牛肉の刻んだもの、豚肉、あと、それを、タコスっていうんですね。あ、タコスね。ああ、タコはい、ス。はい、はい。タコスはね、有名っはい。ていうか、そうで日すよ本でね。もね、食べますね。トルティージャは少し硬いんですか？こう、柔らかい？一般的にっていうか、普通はその柔らかい状柔ら態でかい。すね。あはい。で、トスタドって言って、こう、トーストですね。あ、トーストにすしるて、と、硬く、すとる場硬く合なる。もあります。はい、はい。トルティージャ。はい。スペイン語でトルティージャですね。そうで英語読みだす。とトルティーヤになるんですかね。なんかコメントでトルティーヤとか書いてありますね。イエス様が天から、下ってきた命のパンですね。命パンです。メキシコから言えばイエス様は天から来たトルティージャということでしょうか。私たちは、天から、来た、イエス様は命のご飯ということですね。命のご飯。私たちは、イエス様の御言葉を食べていきます。イエス様の御言葉を食べていきます。御言葉がなければですね、私たちは、健康に生きていくことができません。主の祈りでね、日ごとの糧を与えたまえっていうのがあるんですけど、毎日ご飯をくださいということですが、霊的には御言葉のことじゃないでしょうか。毎日御言葉が欲しい、毎日が御言葉を必要ということではないでしょうか。御言葉を朝も昼も口ずさむという、詩編一編にありますけど、御言葉を朝も昼も口ずさむ、御言葉が私たちの命ね、御言葉が光です。御言葉が、私たちの力になりますね。で、昨日のですね、私のデボーションの場所なんですけど、マルコの福音書10章の27ですね、こうずっとマルコの、10章の13節から31までが、読む箇所なんですね、その日の。こうずっとこう読んでいて、その27節のところですね、ボーンとこう、本当に飛び出してきたような感じでですね、物理的には、文字がね、飛び出したりとかってないんですけど、本当に霊的にこう、ボーンと私の前にですね、3D のように飛び出してきた御言葉で、人にはできないが、神にはできる、神は何でもできるからである、というね、アメン、アメンと。アメン。人にはできないことですが、はい。神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。アメどんなことでも神はできるのです。この前の文脈は、ン。はい。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しいと、そのイエス様が言った時に、弟子たちが、それでは誰が救われることができるのだろうかと、それに対して言われたんですね。こう人間の目で見て、その不可能可能というね、その判断することがあるんですけども、その視点を変えるというか、神の目で見て、それが可能であると、全て可能であると信じるところが
信仰ですよね。そうですね。神様が全能、全能であると、全知全能であると、人間に不可能でも神には可能であると信じることが信仰ですね。はい。そしてこれを信じるときに心に喜びが来ますね。力が与えられるという、自分の限界を超えてこう前に進めるという感じですね。ね、はい。もうそのこの神の全能を信じるとものすごいこう可能性がこう広がるというか、はい、もうなんて言うでしょうかね。私を強くしてくださる方によって私は何でもできるのですというピリピリにあるんですが、はい、その神様が自分の中におられる、全知全能の神様が私たちの中におられる、はい、そして神様の力によって私は何でもできるとパウロが言いましたけども、その何でしょうか、神様の力によって自分はこうパワーアップするというか、はい、そういう感じですね。そうですね。まさに神の言葉にはこう力があるというか、はい、ね、はい、飲み言葉によってそれはパンであるからその活力、エネルギーが与えられるという感じですね。そうですね。霊的、はい。ですからそのリバイバルのために祈るとか、日本が良くなるとか、はい、世界が良くなるとか、その人間的な目で見るともう非常に問題だらけの日本、問題だらけのその世界ですけれども、神を信じることによって希望が出てきますね。希望、はい、希望が出てきます。希望が出てきます。私たちはこの神の全能の力のによる希望によって生きてますね。はい。そしてこの御言葉がなければそういうことがわからないわけですね。御言葉がなければ本当にこう神様の力、神様の御心がわからないわけです。この御言葉によって私たちは神様について知ることができますね。はい。あともう一つですね。その同じ今日の、はい、デボーションの場所で、箴言の10章21節、はい、の、正しい者の唇は多くの人を養い、愚かな者は知恵がなくて死ぬ、という本当にコンパクトな小さな御言葉なんですけども、はい、正しい者の唇は多くの人を養い、はいはい、愚か者は白がないために死ぬということですね。はいはい、その養いというのはその御言葉である、その霊の糧である御言葉によって、私たちがその御言葉を語ることによってその人たちの霊を養うという意味ですかね。私実はさっきの散歩の時に、はい、このことを考えたんですね。はい、そういう神の言葉によって私たち励まされるじゃないですかね。はいはい、神の言葉によって励まされるけど、私たち人間同士も、人間同士もその御言葉によって励まし合うですね。はい、私たちクリスチャンもこう
兄弟姉妹に御言葉を語ったり励ましをしたりして、その元気づけるじゃないですか。そうです、まさに私はそうするべきだというふうに思わされましたね。はい、正しいものの唇、正しいものの唇は多くの人を養い、のりこさんと私が、リスナーの方々にですね、はい、御言葉を持って励ましてる、養ってると言っていいんではないでしょうか。はい、アーメン。それは非常に、まあ良いことと言いましょうか、神様の御心にかなっていると思いますね。はい、そして悪者は愚かな者は白がないために死ぬ、まあ信仰がない人たちはね、信仰がない人たちはかえってその逆をして、多くの人たちをがっかりさせて、多くの人たちの悪口を言って、多くの人たちのそのね、心を落ち込ませるという、それはちょうど逆の、ね、サタンのこの喜ぶようなことをしてるんだということですね。はい、しかし私たちはこの唇で、この小さな唇で、この口を持って神を賛美し、この口を持って人々を養うわけですね。ですから皆さんは皆さんの口を通して素晴らしいことができるんだ。皆さんのその小さな唇かもしれない、小さなね、この力かもしれないけども、素晴らしいことができるんだ、素晴らしいことができるんだ、神の御言葉を語ることができるんだと、私たちの中に神様がおられて、神の言葉を語ることができるんだ、そういう素晴らしい存在であるということを皆さん知って喜びましょう。そうです。そして神の言葉を語るということがどれほど栄光に富んだことなのか、多くの人は悪魔の言葉を語っていますね。悪魔の言葉を語るということは、とんでもないことなんですね。とんでもないことです。はいはい、神の言葉を語りましょう。神の言葉を語るのです。それが私たちの栄光なんですね。そうです、アメン、アメン。箴言というのは正しいものはこうこう、悪いものはこうこうという非常にですね、二者択一といいましょうか、善か悪かという感じですか。そうですね、はい、なんて言うんでしょうかね、分かりやすいですね、こうコントラストというかね、はい、聖書全体がそうですね、正しいものはこう、悪いものはこう、ね、こう分かりやすいですね、はい、その二者選択、正しいものはこう、悪いものはこう、非常に分かりやすいと思うんですね、はい、光と闇、善と悪、命と死、私たちはその2つのコントラストの中で、以前は悪いものだった、以前は不信仰なものだった、しかし今私たちは、正しくされている、神様の側に立っているということですね。はい、のりこさん、そろそろ行かなきゃいけないんですね。はい、すいません、はい、今日はちょっと早退します。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。また来週よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、シャロン、シャロン、シャロン、はい、シャロン。のりこさん、何かご用があって、行かれましたけど、はい、そうですね、他の方がいられるかどうか、はい、どなたかいらっしゃる方がいるといいんですが、はい、それでは
皆さん、じゃあ今度皆さんの質問に答えましょうかね。皆さんのコメントを読みますので、何か質問とかコメント書いていただければ読みます。ありがとうございます。はい、今日は誕生日なんですが、ありがとうございます。誕生日パーティーですか？誕生日パーティー、してもいいと思いますよ。ただ、まあ、信仰的にね、結局、その単なるパーティーじゃなくて、神様が、この作ってくださった、生まれるようにしてくださったということで、神様に感謝する、気持ちでするといいと思いますね。そしてもう一つは、神の子として生まれるという、そのことも感謝する。そっちの方が大事ですね。神の子として生まれるというのが本当の誕生ではないでしょうか。なんでこんな髪型にしてるんですか？ナジル人っていう人たちがいるんですが、ナジル人っていう人たちはこういうもみあげを長くするんですね。これ皆さんしなきゃいけないってことを言うことは全然ないんですよ。日本の昔の、なんとかの彦とか、なんとかの神とか、みんなこう、日本人の昔の人もここ長くして、こうやってくくってたのあるでしょ？ああいう感じですね。一つの、なんて言うでしょうかね。ファッションですね。うまくいかなくなっちゃった。ファッションですね。いつから白髪になりましたか？もうかなり前ですね。はい、三つ編みは三つ編み、ロッド・スチュアートみたいな髪型、ありがとうございます。はい、それではですね、牧師のガウンとか着ないんですか？私はね、あまり好きじゃないんですね。なぜ好きじゃないかというと、御言葉にこういうのがあるんですね。マタイの22ですね。御言葉にですね、マタイ22にこういう言葉があるんですね。23でした。ごめんなさい。23の5ですね。23の5。彼らのしていることは皆人に見せるためです。切符の幅を広くしたり、衣の房を長くしたりするのもそうです。そう書いたんですね。つまり、その律法学者、パリサイ人たちがですね、この、なんて言うんでしょう、豪華な格好をしていると言ってるわけですね。で、イエス様は、それは人に見せるためだと言ってるんですね。ですから人に見せるために、なんかこうね、信仰的な、信仰ぶるような格好はいけないということですね。切符だって何でしょうね。切符だって何だか分かりません。切符だっていうのは、成功を記した小箱のようなもので、祈りの時に身につけたということですね。つまり、なんかこう聖書の、ね、言葉を書いたこう箱みたいなのがあるんですね。そういうものをこう幅を広くするということは、要するに、私は聖書を読んでるんですよ、ね、私は聖書をいつも身につけてるんですよということを人に見せるために、その、ね、それを大きくする、つまり自分の信仰を人に見せるということでしょうかね。例えば 人前で、ね、こう人に見せるような祈りもしちゃいけないとも書いてありますし、
人に見せるように、断食をしたり、それから施しをしたりしてはいけないと書いてありますね。私たちの信仰は神様に対する信仰です。人に見せるための信仰ではないんだということですね。だからこう、なんかこう、豪華な衣装をつけて、ね、豪華な衣装をつけて、なんて言うんでしょうかね、信仰ぶるのは良くないんだということですね。カリスマ派では、宗教の霊という言葉を言うんですね。その宗教の霊というのは、まさにこの人に見せるための宗教、人に見せるための宗教、それは偽善なんだよということですね。まあ、律法学者、パリサイ人、律法学者、パリサイ人は偽善者だとイエス様にこの言われるわけですね。人に見せるための宗教だ。ですからイエス様が来られても、イエス様を信じないで、むしろかえってイエス様を迫害したのが律法学者、パリサイ人ですね。私たちの信仰は、人に見せるものではいけないんだということですね。ですから、心から神様に向かって、イエス様に向かって、その祈る、信じるということです。なんで LTL を宗教法人にしないんですか？宗教法人っていうのはある程度大きくなければなりませんし、不動産がなきゃダメなんですね。で、私の教会は小さいし、不動産らしい不動産もありませんので、宗教法人は受からないと思います。また、宗教法人は結局登録するので、国に登録するので、あまり登録したくないという感じがありますね。日本を愛してますか？もちろん愛してますよ。伝道する理由も日本を愛してるからですね。好きな食べ物、お寿司が好きですね。お寿司が好きだからといって、いつも食べてるわけではないんですけど、お寿司が好きです。出身はですね、千葉県。生まれは東京世田谷ですね。東京世田谷ですが、両親は千葉県の君津出身ですね。両親とも君津です。きゅうちゃんの日々の収入源ですか？天国から振り込まれてます。日本は良くなってきてますか？リバイバルの兆候があるんじゃないかと思っていますね。リバイバルの兆候があります。よし、俺も牧師になるぞ。待ってください、皆さん。牧師は最高の仕事です。最高の仕事です。日本キリスト教会に登録してないの。日本キリスト教団ではないかと思うんですが、日本キリスト教団は社会派ですね。この放送をやって何人信者増えた？そうですね、何百人もいると信じます。何百人も信仰を持ったと信じてますが、実際数えたことはないですが、少なくとも数十人はいると思いますね。数十人。テレビゲームはしません。何か新しい予言はないんですか？そうですね、新しい予言と言いましょうか。日本に対する予言は、その媚に貼ってありますね。媚に4人の預言者の予言が貼ってありますが、それが新しい予言でしょうか。暴力団に関与してますか？私は暴力団に関与していません。教会なくても牧師できるの。教会っていうのはね、建物じゃないんですね。教会っていうのは、クリスチャンが2人でも3人でもいたら、もう教会と言えるでしょう。皆さんがクリスチャンとして2人3人集まれば、もうそれは教会と言えるんですね。日本の季節、そうですね、日本の季節。リバイバルが来たらパーティーしますか？私たちのパーティーは礼拝ですね。
神様を喜ぶ、イエス様を喜ぶ、それが礼拝ですが、まあ、それは、まあ、パーティーという言葉を使って変ですが、何ですか、セレブレートっていうんですね。私たちの喜びはセレブレート、礼拝、イエス様をお祝いする、ね、祝日、祝日じゃなくて聖日、主の、聖日、お祝いする、イエス様をお祝いするのが私たちの礼拝です。世界で一番キリスト教の信仰がある国はどこですか？難しい質問ですね。どこが一番キリスト教の信仰がある国でしょうか？ちょっとわからないですね。どの国、比べ、まあ全部知らないのでね、キリスト教の信仰がある国、アフリカは結構ですね、私はガーナに2回行ったことあるんですけど、 64% クリスチャンと言ってました。半分以上クリスチャンがいる国があるんですね。ナイジェリアも、クリスチャンが多いです。アフリカは結構、すごいと思いますね。全国のカリスマの教会の一覧とかありますか？ありますよ。ですね、ちょっとお見せしましょう。私はNRA っていう団体に所属してるんですが、日本リバイバル同盟っていうのがありまして、これちょっと古い名簿ですけど、日本リバイバル同盟という、まあ、名簿があります、ね、これはちょっと古い名簿ですが、新しいの作ってくれないんですね。で、一応ここには私の教会がありますね。ここにちょっとね、これ LTL ってあるでしょ、NRA という、これは、まあ、カリスマ派と言ってもいいと思うんですが、カリスマ派の、まあ、同盟ですね、同盟、連盟、教団ではないですね、教団ではなくて、同盟といって、カリスマ派の教会が、作っている日本のカリスマの、同盟ですね。いくつぐらいあるのかな、600ぐらいの教会あるのかな、もっとあるかもしれません。ちょっと正確な数は分かりませんが、600前後の教会が、加盟していますね。加盟しています。あと私はこの関東の、日本福音リバイバル聖会という関東のカリスマの牧師会がありまして、そこにも加盟していますね。こう名簿で一番トップで、ね、LTR 見えないかな。こういう2つの団体ね、2つの団体に加盟しています。そして、両方ともリバイバルために、リバイバルという名前がついています。1つは日本リバイバル同盟とリバイバルがついてますし、もう1つは東京福音リバイバルといって、やっぱり東京のリバイバルのための、まあ、集まりといい、いうことですね。両方ともリバイバルのための集まりということですね。リバイバルをこう祈る、リバイバルを祈るその、集まりということですね、はい、そしてそのリバイバルがもう本当に始まってると言ってもいいぐらいかもしれません。リバイバルが始まってるんだという、そういうことですね。はい、マーチン・ルーサー・キングについてどう思われますか？あ、ジュニア、マーチン・ルーサー・キング・ジュニア、ごめんなさい、マーチン・ルーサー・キングは、マーチン・ルーサー・キング・ジュニアっていうのは、
マーチン・ルーサー・キングとは違うんですか、それとも、マーチン・ルーサー・キングは、あれですね、アメリカの黒人の民権運動ですね、民権運動を、ガンジーに見習って、無抵抗主義で民権運動した人ですね。はい、他に何か質問があれば答えますよ。答え。そう、キング牧師はね、私には夢があるという演説をしましたね。どこの神学校出た？私はね、特別な神学校は出ていませんね。セミナーとか、講習会とか、そういうのを出たりしましたけども。私を導いた、宣教師がいます。その宣教師で最初訓練しましたね。で、最初は私は福音派だったんですね。で、最初は福音神学を学んで、17年福音派だったんですね。それから1995年あたりから、カリスマ派に転向しまして、で、またカリスマ神学を勉強しましたね。カリスマ神学、私は福音派で救われたんですが、福音派に、カリスマ派に変わったんですね。ですから皆さんがカリスマ派の信仰を持ってもらいたいんですね。なぜ転向したかというとですね、やっぱり福音派には油注ぎが、少ないんですね。油注ぎが少ない。そしてカリスマの集会に行って、その油注ぎを受けたんですね。で、油注ぎを受けて、これが信仰なんだ、これが本当のキリスト教なんだという、そういう体験をしまして、カリスマに転向しました。そして今に至ります。カリスマになってちょうど18年ぐらいなんでしょうか。ですからぜひ皆さんがカリスマ派の信仰を持ってもらいたいんですね。伝道って意味を教えてください。伝道はですね、まさにイエス様を伝えて、イエス様の、信仰を、イエス様の福音を伝えて、一人でも多くの人が救われてほしい、一人でも多くの人がクリスチャンになってほしい、これが伝道ですね。チャースクールでスペイン語を教えてる理由ですか？そうですね、本当は中国語、韓国語、スペイン語、ね、しようと思ったんですが、中国語、韓国語はちょっとですね、生徒がもう無理ということで、一応スペイン語だけやっておりますね。スペイン語だけ、英語とスペイン語ですね。英語とスペイン語やっております。中国語は今やってないんですね。今やってません。でも今、教会にですね、中国の方が一人いらっしゃってるんですね。ですから、中国語でちょっと話してあげたいなっていう気持ちがありますが、中国語はね、漢字を使うので、日本人には意外と馴染みがあるんじゃないかと思うんですが、やはりまだなかなか、まだまだ中国語はできません。日本と中国どっちが好きですか？クリスチャンはですね、どっちかというと、なんて言うんでしょうかね、グローバルと言いましょうか。クリスチャンの国籍は天にあると書いてあります。そしてクリスチャンはもう神の家族ですね。神の家族。そして兄弟姉妹ですから、その国籍とか民族は関係ないんですね。教会にアフリカの方来てますが、同じ兄弟姉妹と考えますね。
クリスチャンはグローバルですね。偶像崇拝のダメな根拠、偶像崇拝は悪魔崇拝になっちゃうんだよということですね。偶像崇拝は悪魔崇拝、そういうことをぜひ皆さん分かってほしいですね。イエス・キリストを信じることが本当の、礼拝です。偶像崇拝は結局悪魔崇拝になっちゃうんだよという。フリースは4、5万円ありますね。4、5万円あります。ガーナで本場ガーナチョコレート食べましたか？ガーナでチョコレート食べたか、食べた、あ、食べましたね。ガーナで、あのチョコレート買って食べた覚えがあります。なんか味がやっぱりちょっと違いますね。日本のチョコレートよりもなんか硬くて苦い感じがしましたね。偶像というのは、神じゃないものを神としたもの、作った神と言いましょうか、作った神ですね。最近日曜礼拝で暗い曲を流し始めた。暗い曲ですか？それはちょっとよくわからないです。中国語の曲でしょうか？現在神と悪魔はどっちが優勢ですか？これはちょっと難しい質問ですね。神様は当然ですね、強い方です。ですから、悪魔に負けるということはありません。ただし、悪魔がこの働いてですね、多くの人を束縛しているということは言えると思います。その、私たちは以前は悪魔の味方をしてましたけど、今神様の味方をしているんですね。でこれからその、神様を信じる人が増えてくると思います。ですから、もうすでにイエス様は十字架で勝利しましたが、十字架で、イエス様が勝利しましたけど、最終的にはイエスキリストを信じる者は救われて、イエスキリストを信じない者は悪魔と共に地獄に落とされるということですね。キリストは作った神と違うの、はい、イエス・キリストはあの人間が作った神ではなくて、神ご自身が、人間になってきてくださったというふうに考えますね。イエス・キリストは、目に見える姿で来てくださった神様、その天から来てくださった神様というふうに考えますね。ですから皆さん、イエス・キリストを信じるというのは神を信じることだということですね。人間が作った神が偶像ですね。人間が作った神が偶像。しかし神が、ね、神様が、そう、まあ、人間は神が作ったんですが、作った神じゃなくて人間を作った神、人間を作った神が本当の神で、人間が作った神は偶像ですね。毎日放送のタイトルを考えるのは大変ではないですか？大変ですね。大変です。でも、キリスト教のテーマというのはたくさんありますね。もう世の中のこと、生活のこと、もういろんなことがすべてキリスト教の答えがあります。ですから、そのいろんなテーマを、話すことができます。イエス様はありとあらゆる苦しみを受けたって本当、イエス様は人間として、ね、来られました。33歳前後まで十字架にかかるまで、人間としていろんな苦しみを受けたと思います。そして、十字架につけられた苦しみ、死に至る苦しみ、
を受けたんですね。親より神様を信じた方がいいですか？もちろんです、もちろんです。イエス様を一番にしましょうね。イエス様を一番にするのです。プライオリティ、優先順位があります。多くの人の優先順位はお金だったり仕事だったり自分だったりします。それは良くないんですね。その優先順位を変えなきゃいけません。人間の優先順位はイエス様が一番でなきゃいけないんですね。イエス様が一番。イエス様はこうおっしゃいました。神の国とその義を第一に求めよ。神の国とその義を第一に求めよ。皆さん、神の国とその義、その義というのは、その神様の正しい行いということですね。神様の御心と言ったらいいでしょうか。神の御言葉を、一番にする。神の御心を一番にする、これが、優先順位なんです。ぜひ皆さん、皆さん、その今まではね、お金が一番、仕事が一番、家族が一番、自分の夢が一番と皆さん考えている方は多いと思うんですが、ぜひイエス様の、イエス様を一番にする、イエス様の命令を一番にする、イエス様の御言葉を一番にする、これをですね、ぜひ皆さん決心してほしいんです。それが信仰と言ってもいいでしょう。それが信じると言ってもいいでしょう。皆さん決心しませんか？イエス様を一番にするという決心、人生においてイエス様の教えを一番、イエス様の命令を一番にしませんか？イエス様を一番にしたい人、イエス様の命令を一番にしたい人、手を挙げてください。イエス様の御言葉を一番にしたい人、神の国を求めることを一番にしたい人、手を挙げてください。神の国を一番にしたい人、一番にしてる人、手を挙げてください。明日初めて礼拝に行く、カリスマの礼拝、カリスマの教会に行ってくださいね。はい、皆さん、イエス様を一番にしてる人、手を挙げてください。一番にしたい人、手を挙げてください。イエス様のことを一番にしたい人。アメン。したいけどなかなか難しい。思い切ってするんです。ね。イエス様を一番にするんです。それが、素晴らしいことですね。イエス様を一番にすることによって人生の価値観が正しくなります。この多くの人はそのプライオリティが間違っているんですね。プライオリティがですね、間違っております。ですから皆さん、正しいプライオリティ、価値観を持ちましょう。イエス様を一番にすることによって生活が変わります。イエス様を一番にすることによってその、人生が変わるんですね。それが大事です。はい、それではファイナルメッセージいきましょうかね。ファイナルメッセージですね。皆さん、御言葉によって私たちは、思慮深くなることができます。御言葉によって何が正しくて何が悪いかが見えてきます。その御言葉によって、その、いろんなことが見えてくるんですね。そして、大事なのは神様にあって、正しく生きる、神様に従って生きる、私たちはその以前は、偶像崇拝していましたけど、私たちは悪魔に騙されて生きてきましたけど、御言葉によって私たちは、正しいことを分かるようになりました。それはイエス様が
イエス様がこの地上に来てくださって御言葉を与えてくれたんです。聖書というのはまさに、この、神の言葉です。神の言葉です。イエス様が私たちに御言葉を与えに来てくれました。イエスキリストを信じる者は、イエスキリストを信じる者はその御言葉を、この聞くことができます。イエスキリストの言葉、イエスキリストの言葉、それは永遠の命ですね。永遠の命です。イエスキリストを信じるというのはイエス様の御言葉を信じることです。そしてイエス様の御言葉を実行すること、イエス様の御言葉を実行することが信仰ですね。ぜひ皆さん、イエス様の御言葉を学びましょう。イエス様の御言葉を心に蓄えましょう。イエス様の御言葉を本当に愛しましょう。そして神の国とその義を第一に求めるのです。一番最初の時に言ったように、私たちは以前は悪魔の言葉で人を怪我したり人を傷つけたりしていました。しかし私たちは、悔い改めて、人を励まし、人に益となるようなことを、言うようになりました。皆さん、人生は素晴らしいのです。人生は、私たちは神と共に、神様の御言葉によって良い行いをすることができるのです。BGM いいでしょう。これちょっと貼りましょうかね。BGM はこれです。皆さん、以前は闇の中に生きていました。今私たちは神と共に生きています。光の中を生きているんです。もうすぐ8時ですけれども、今日一日も私たちは神の栄光のために生きることができます。食べるにしても歩くにしても何をするにしても神の栄光を表しましょう。私たちは、以前は神様を悲しませる生き方でしたけれども、今は神様を喜ばせる生き方をしているのです。イエス・キリストを信じて信仰でによって歩むならば、私たちは神様に対して役に立つもの、神様に喜ばれる存在になれるんです。皆さん、ぜひ悔い改めてイエス・キリストを信じて神の子として歩んでください。神の子として歩んでください。皆さん、イエス様は神を信じる者、イエス様を信じる者を求めているのです。神の子を生みたいのです。神の子を生みたいのです。イエス・キリストを信じる者は神の子として生まれるのです。皆さんの信仰、皆さんがイエス・キリストを信じて救われるということは素晴らしいことなんです。素晴らしいことです。一人の人が救われるならば天国で喜びがあるんです。ぜひ皆さん、イエス・キリストを信じて新しい人生を、送りませんか。神様に嫌われるような生き方ではなくて、神様に祝福されるような生き方しませんか。神様に祝福をされるためには、罪が許されなければなりません。イエス・キリストを信じるときに神様自身が皆さんの心の中に来てくれるんですね。皆さんの心の中に神様が来てくださる。神様の愛の中に生きることができます。神様の恵みの中で生きることができます。神様の平安の中で生きることができます。この世は悪魔の国かもしれませんが、御霊によって導かれる者は
神の国の中に生きることができるんです。皆さんにとって必要なのは神の愛であり神の御言葉です。皆さんには神様が必要なんです。神様が必要なんです。皆さんぜひ、体験してください。神様を体験してください。神の愛を体験してください。求めてください。求めてください。神の愛を求めてください。神様自身を求めてください。皆さんがキリストを知ってほしいのです。イエス様を知ってほしいのです。イエス様を知ってほしいのです。招きをしますね。朝はあまり招きをしませんが、イエス様を、ね、受け入れて、プライオリティをイエス様を一番にして、信仰で歩みたい、人生を、本当に信仰で歩みたいという人、イエス様を信じて、希望のある人生になりたい人、アメンと言ってください。アメン。希望のある人生、永遠の命の人生、歩みたい人、アメンと言ってください。アメン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 。素晴らしいですね。アメン。アメン。アメン。素晴らしいです。アメン。はい、じゃあお祈りしましょうね。天のお父様、感謝します。今日も朝、御言葉を語り、リスナーの方々と信仰を考えることができました。私たちは、以前は、悪魔の言葉の中で生きていました。ネガティブな思い、落胆や失望や悪意の中で生きていました。まさに闇の中です。しかし今、光であるイエス様、光であるイエス様の御言葉を聞いて、私たちの心は変わりました。私たちの心に光が来ました。誠の人の光、イエス様のこそ光です。イエス様の御言葉こそ光です。今リスナーの方々がイエス様の御言葉によって心が明るくなりますように、心が解放されますように、そしてますますあなたが必要です。ますますあなたの御言葉が必要です。どうぞ落胆している人たちが、解放されますように、苦しんでいる人たちが解放されますように、癒されますように、悩みがある、問題がある人たちが、その問題の苦しみから解放されて、希望を持つことができるようになりますように。神様は全知全能です。神様は全知全能です。その全知全能の神を信じることができますように。神様が一人一人を愛していて、一人一人を助けてくださる神様であることを信じることができますように。イエス・キリストを信じることによって、イエス・キリストを信じることによって、信仰を持ち、その信仰によって、人生が変わりますように、心が変わりますように。どうぞ今日一日、あなたの栄光のために過ごすことができますように。喜びと感謝を持って、一日を過ごすことができますように。リスナーの方々を祝福してください。リスナーの方々を祝福してください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。アメン。アメン。今日の夜9時からまた放送あります。明日の朝は礼拝があります。来てください。ありがとうございました。良い一日を。シャローン。シャローン。シャローン。失礼します。シャローン。